次は、
生まれて初めて作ったなんかなんかダブっていうジャンルがありますよね。なんかそれを生まれて初めて作ったのと、うん、それをとりあえずやります。じゃあ、夢の中の君っていう曲です。じゃあ3曲目お願いします。Thank you.
いって言って送ったら返事が返ってこなかったっていう、なんかちょっとそういう悲しい音源はポコさんが全部作ったすごいねガレージバンドっていうあれでなんか重ね彫りして作ったんですけどなんか親にこの前作ったの撮ってもらったのが本当にお前が作ったのかお前の曲とは思えないって言われて褒めてくれてるのかなんか喜んでいいのか悪いのかなんか一人になって世界が広がった感じそうですねいろんなことがなんか いいのか悪いのかちょっと考えちゃったしいいと思いますよカバー曲を、やってて、また前回その上田源っていう私の好きな人が亡くなってしまったんですけど、その人の、前回もそうだったんですけど、今回はその人の、ペットっていうのが、飼ってるペットとなんかトランペットのペットをかけてるのか、なんかそういう曲があって、それをちょっとメルヘンだったんで、それをやってみたいなと思って、それを聴いてください。じゃあ、4曲目。
の曲で序盤にも風のように消えていこうと思って、すいません。結構前回とかこう新しいことすごいいっぱいやっててなんかまた新しい曲で本曲やりますで次は夜明けってちょっと最近作った曲を聴いてくださいじゃあ5曲目に何
で見つけた。なんか一番最近作った作品なんですけど、これはなんか、なんかすごいちょっと落ち込んでた時に、なんか逆にすごく明るいというか幸せな理想の幸せ像みたいなのを作りたいなと思って、それで作った曲なんですけど、本当になんか落ち込んでたって、なんでそんな幸せな歌詞を書けたのかよくわからないですけど、なんかそういう、なんか私的に幸せっていうのはこういうことなのかなっていうのを書いて、なんか皆さんにとってはどうなのか、ちょっと私には分からなくて、なんかそういう本当なのかな、なんかそういうちょっと考えるきっかけになってくれたらいいなとか思います。じゃあ最後は、獣のような恋っていう曲を聴いてください。ちょっと35歳でそんな曲作ってどうなったって自分でちょっと今言ってて、そんな風に思いました。じゃあ、ありがとうございました。じゃあ、6曲目をお願いします。Thank you.